まずは色のついた面を内側にして折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角をてっぺんに向けて折ります。左の角もてっぺんに向けて折ります。そしてこの部分を下から斜めに真ん中から1センチくらい開けてめくります。反対側も同じぐらいの位置で折ります。下の角を上に向けてだいたい3センチぐらいの幅で折ります。これを裏返して上の角を小さく下に折ってこの部分をまっすぐより少し内側にこんな感じで折ります。反対側も左右のバランスを見て同じ位置で折ります。表にしてこれで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。くちばしの付け根から両側に目の線を伸ばします。左右のバランスに注意してその目の線を基準に下に目を描きます。目元からくちばしの下の線を描きます。顔の外側の色の濃い部分の線を引きます。目の周りを囲うように描きます。頭の上の方にジグザグに線を引きます。黒目はやや小さめの楕円形です。瞳と光も描きます。これに色を塗っていきます。黄色いマーカーで目の周りの角とくちばしの部分を塗ります。水色で顔の中を塗ります。濃い青で顔の周りを塗ります。
そのまま黒目も青で塗ります。最後に黒いペンで瞳を描いて、くちばしの線を引きます。これで、ぽったりしの完成です。